すいません、あ、これお代わりください。はい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 、どうもどうも。出会い求めたって無駄だってことなんだよ。だいたい私あれだよ、桜だよ、名前じゃないよ。あ、名前も桜だけどね、遠山桜だから金って呼ぶバカがいるんだよ。遠山の金さん、桜吹雪のあれ知ってんだろ。なになに、さっき出るって言ったじゃん。とりあえずだよ、こんなホテルじゃなくてさ、もっといいホテル行こうね。話して。なんでだよ、二人きりになりたいって言ったじゃん。話してよ、話してって。ちょ君嫌がってんだからやめなよ。あ、あんたに関係ないっしょ。行こう、行くよ。行ったらいい。ほれ、やめなって言ってんの。なんだよ、おばさん、こんなとこになんの用だ。あ、若い男と一発やりたくて来たわけ。だったら何相手してくれんの。いいよ、ただし金払ってね。じゃないと無理だわ。悪いけどこっちも無理だわ、童貞とは。誰が童貞だよ、クソババア。ババアで悪かったな、このクソガキ。誰があんたみたいなガキにお願いするかって。相手が嫌がってるもん見抜けない男に女口説く権利なんかないんだよ。分かったらとっとと失せな。失礼します、お客様、ちょっとよろしいでしょうか。何、ちょっとそんなのおかしいって。ちょっと、なんで私が追い出されなきゃいけねえんだっつうの。いった、この靴履きずれな、これ。もういらねえ、もう一杯飲むか。忘れ物ですよ。僕のシンデレラ。シンデレラ。
大丈夫？大丈夫。今俺のこと食べようとしてたでしょ。してない。かわいい。何言ってんの？てかここはどこ？あなたは誰？もしかして覚えてないんだ。え？あ、思い出した。王子様だ。王子様？だってシンデレラなんて言ったよね。そんなこと言ったっけ？言ったよ、言った言った、絶対に言った。あの後どうしたんだっけ？帰りたくないって言うから部屋を取って、うん、歩けないって言うからベッドまで運んで、うん、一緒に寝てって言うからベッドに入って、それで本当にできちゃった。てかできたんだ。できたの？ええ、あ、いや、なんでもない。てかできたんだったらいいんだけど、ちょっとね、あの記憶にないっていうのが残念っていうか無念っていうか、何人で記憶にねえんだこの野郎。じゃあ今からもう一回する？え、冗談。佐伯ひろとです。ひろとくん、遠山さくらです。うん、知ってる。なんだ、酔っ払いは私だけか。さくらさん。俺と付き合ってください。好きになったんです、あなたのこと。お願いします、俺と付き合ってください。